店の状態を見ますと、まあ、会ったことがない持ち主のことが分かったりします。実はですね、先日三味線のバチをいただきました。これがちょうどいただいた時の映像でございます。ご覧くださいませ。すごい嬉しい、ありがとうございます。私にって私もどうしようかなと思って、あ、でもこれはね、ヤスリをかければ結構ね綺麗になるし、お子さんが使うのにすごいちょうどいいんです。嬉しい。私がとても嬉しそうなのがお分かりになるかと思います。お店の状態を見ますと、まあ、会ったことがない持ち主のことが分かったりします。例えば、今回ですね、ちょうどこの2本のバチを、この2つのバチをいただきました。このバチを見ますと、多分お使いになっていたのは女性だなとか、あるいは女性でも比較的小柄な方だったんじゃないかなとか、お手が少なくともあまり大きくはなかった方かと思いますね。とか、あるいはですね、このバチに、残された跡を見ますと、ちょっとご覧ください。お三味線を弾くとき、手の後からですね、三味線をお弾きになるときは、私だったら多分この後に持ってしまうんですよ。こういう弾き方をしてらしたはずだとか、そういうことが分かります。のバチを見ると本当にね、性格が出るんですね。おおらかな性格の方とか、あるいは几帳面な性格の方とか、やっぱりこういう持ち物の一つでも現れます。そうですね、このいただいたバチはですね、このちょっと汚れている部分をお手入れして、ヤスリで磨くんですが、お手入れしまして、また、お教室であったりとか、様々に活用させていただきます。さあ、こういう三味線弾きならではの、お話というのは、三味線メール通信からもお届けしております。概要欄から登録できますので、ぜひご購読くださいませ。